もしもし。もしもし。早く出ろよ。もしもし。宮迫？ああ、違うのか。もしもし。宮迫呼んでくれ。もしもし。宮迫？ああ。そうだよ。今度 YouTube やるんだぜ。お前さ、バカにしてんだろ、YouTube を。え？簡単にいかねえぞ。難しい。うん、結構難しいよ。頭使うし。うん。でもお前に向いてるかどうかわからんけどな。難しいぞ。覚悟しとけ。うん。そう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 。うん、そりゃそうだよ。うん。そりゃもうみんなこれで金もらってんだもん。うん、お金もらってんだもん、これで。うん、そうだよ。簡単じゃねえよ。もうお前もな、体に気をつけてな。うん、やるんだったら徹底的にやれよ。中途半端一番良くねえからな。やりました、できませんでした、そんなこと言ってくるんじゃねえぞ。うん、あのな、今でもな、お前のことはな、大好きだよ。ああ。なんかあったらな、このティラカメ様に相談に来いよ。前から言ってるだろうよ。困ったら、ティラカメ様と。うん。遠慮せずに来いよ。俺はお前のためにな、しっかり力になってやるよ。うん。そうそうそう。うん。俺はな、長いから。うん。YouTube も長くやってるからな。うん、お前にな、いいアドバイスをな、出してやれると思うよ。でよ、お前に金貸してただろ。忘れちゃ困るぞ。金貸してた金、返してくれよ。ない？ないじゃ済まねえだろ。なきゃ返さなくていいのか？そうじゃないだろ。返せよ。あの二人でさ、よくあの焼き鳥食いに行ってさ、コンビニあっただろう。そう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 、あのコンビニ、あそこへさ、うん、あそこへな、金持ってこいよ。今ってお前、俺から金持っていくときにはお前すごい勢いで持ってっただろうよ。返すときは何するの、のらりくらりやるのか。それはねえだろ、さっさと返せ。サービスさ、そう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 、30分もあればな、あそこに行ってくれんだろ。うん、30分後になコンビニで会おうぜ。金持ってきて。うん、何寝言垂れてんだよ。さっさと払えよ。芸能界とな違うんだよ、 YouTuber は。そう、うん、入ってみると分かると思うが、随分違うぞ。うん、そうそう、その中でな、生きていかなきゃいけないんだよ。大変な苦労だぞ。ああ、そうそうそう、それをお前これからやるんだから、身を引き締めてな、よーくな、覚悟してやれよ。やり直しは聞かねえんだからな。もうそうだよ、宮迫って言われてやってたのと違うんだからな。今度は実力が試されるんだ、実力が。バカなことも言ってられないし、中途半端なこともやってられないし、みんなが注目してるんだからな。もう笑い芸人もこんなに頭のいいやつがいるんだってこと見せなきゃ。うん、そうだよ、見せなきゃダメだよ。おい、ちょっと待てよ。お、電源入ってねえじゃねえか。バカ野郎、何やってんだよ。電源入ってねえよ。ふざけんじゃねえ。